かがですか？いや本当にその12位のハプニングが起こったので早く食べて調子ちょっと戻します。はい、ハプニング何でしたっけ？原稿読みをちょっと早く読んでしまいました。その後ちゃんと読み直したので、はい、はい、ありがとうございます。全然大丈夫です。皆さんありがとうございました。さあ、カルベさんいかがでしたか？アイルさん、もうハプニングっていううちに入らないよね、うん、まあ、正直に言いますと、アイル君の最初のスタジオを紹介した後の VTR、うんうん、一瞬の空白を皆さんもしかしたら気づいてるかもしれない。いや、一瞬じゃなかったです。かなり長かった。我々みんな気づいてました。あ、カルベ原稿どっかやったなって。原稿は目の前にあったんですが、なんでオサ読まないのかなっていうふうに思って、あ、私ではありませんかということで、まあ、慌てて読み始めた結果、見事にちゃんと本の前で終わりました。いや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 、何自慢げにしたの。すごいですよね。もうすごい失敗して、この反省のなさ。アイル君、ほら、アイル君ちょっと今日ね、はい、そういうことが起きた、はい、何にも起きた。天秤座同士なんだ。なるほど、そういうこと。天秤座同士なんだ。12人、そうなんだ。だからまあ一蓮托生ということで、ね、来週も再来週もそれまた次の週も僕とアイル君は運命共同体ということになりますので、よろしくお願いします。つまりカルベさんの失敗に引きずられてアイルさんが失敗してしまったっていうことですよね。一蓮托生だからね、はい、っていうことですよね。アイルさんは CM 明けですもん。そうだね、そうだね、僕らは先だったね。メンゴ反省してるんですよね。メンゴ、昭和まで絡まないとないよ。昭和流の最も丁寧な謝り方がいや、ほら、見習っちゃって練習してるじゃないですか。こんな大人にはならないで。どうですか、こんななんか陽気なずっとおしゃべりしてると人たちだと思ってました？皆さんこうギリギリまでお話ししてるのがすごいなんか逆にあ、いいなって思いました。確かに CM2 秒前ぐらいまでおしゃべりですもんね。切り替えがやっぱプロだなって思いました。すごいなって思いました。井上さんどうでした？横から見ていたらまつげ長くてお肌ツルツル透明感が落ち着いてらっしゃるじゃないですか。すごく礼儀正しくて二十歳でもやっぱね肌がねツルツル違いますね。二十歳の肌ですか。すいません、私はずっと横でそう見ていました。せっかくなんでほらもうないかもしれない。せっかくとかないですから、ね、あら井上さんも可愛らしいですよ。本当に綺麗。どんどんやり返そう来週。はい、こんなメンツですけども、今月1ヶ月よろしくお願いいたします。お願いします。お辞儀が深い。こんなメンツで、こんなメンツですね。